はい、皆さんこんにちは、こんばんは。小さな巨人兼学ラン戦士ゆきえです。さて、久々の動画になってしまって誠に申し訳ございません。さて、本日は AKB48 チーム8の開幕戦、東京ドームシティホールで行われたフォキシーズのライブとエブリバディライブ、2つに行ってきたので、その時のお話をしたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、というわけで話していくんですけれども、フォキシーズとエブリバディと2公演に今回行かせていただきまして、ちょっとキューティーズはちょっと当たらなくて行けなかったんですけど、まあアダルティーなフォキシーズ、まあ妖艶とか、まあ美的な感じですねの方が、まあ、あのアリーナ席で行かせていただいて、まあ、エブリバディ公演がサンバルで、動画はねどちらも上がってますんで、ぜひそちらを確認していただけたらなって思うんですけれども、まあ、感想といっても今回はそんなね、なんかゴリゴリな何かがあったわけではないんですけど、まあ、フォキシーズは本当にね、おーってなる曲が多かった。まあ、なんで逆に言えば、まあ、誘惑のガーターとかやらなかったのかなとか思うような部分もあったんですけど、まあ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 見応えのある、こんな曲持ってくるみたいなねのがいろいろとありました。まあ、自分の中でね、一番これいいなと思ったのは君について、ミントっていう、まあまあ AKB 好きな方ならね、そのユニット知っておられるとは思うんですけど、まあ、前田敦子さんセンターでやってたユニットなんですけど、すごい好きなんです、あの曲、ミントの君について。なんでしょうね、まあ、バラードがもともと好きっていうのもあるのかもしれないですけど、自分が公演やるってなったらもう間違いなく入れる曲ではあるなって思う曲で、まあ、やっていただいてすごい嬉しかった、すごい嬉しかった。まあ、でね、ちょっとね、お見送りでこれといった出来事が申し訳ないけどなくって、フォキシーズに関してはですね、なくって、まあ認知あるメンバーからちらほら久しぶりって言われた程度で終わっちゃったんで、ちょっと今回は割愛させていただきます。でエブリバディ公演の方なんですけど、まあね、今年は本当に良かった、2公演入れているとか、まあね、去年もね、ダンス選抜入らせてもらって、その前の年が1個も入れなくて、総裁ともに天下統一も含めてですね、入れなくって、まあ、苦い思い出を持っているので、今回はね本当に入れて良かったなって思ってます。でエブリバディ公演に関しても、なんだろうな、なんかすごいこれといったねあれがあったわけでもないんで、 なんだろうこれっていうお話ができないんですけど、っていうかエイトのライブ結構マンネリ化してきてて、がエイトのシングルやればいいんでしょみたいな、シングルやればいいんでしょ、エイトの楽曲やればいいんでしょみたいなとか、やっぱどうしてもそこマンネリ化してて、エイトっぽいというか、エイトらしいというか、エイトならではというか、まあそういうねライブになってたんじゃないのかなって思います。でですね、まあ、お見送りでちょっとこれ一つだけね皆さんに話したいなっていう出来事があったんですけど、まあ、今回丸1レーン丸2レーンって2つのレーンでお見送りがあって、自分は今回横山由依とか、まあ、清水マリアとかいるようなレーンに行ったんですけど、まあ、そこにちょうどねゆいが行って、おおゆいかと思ってたぐらいなんですね、自分の中では気持ち的にもね、まあ、ゆいいるんだぐらいだったんですけど、お見送りの時にゆいが、あっ懐かしいって言われて、ん？って思うじゃないですか。なんかみんな基本仰天とか、まあ、横山とかマリアとか、マリアはまあユッキーってずっと言ってるんですけど、ユッキーって言われてて、まあそれはよしとして、まあ、横山にも久しぶりって言われて、まあみんな久しぶりって言ってくれるんですよ、結構メンバーって、認知あるメンバーって結構ね、懐かしいとはっていう、確かに1年ぐらいゆいと絡んでないかなでちょっと考えたんです、自分の中でも。なんかそんな気もちょっとしたんですけど、懐かしい歴史的な人物みたいになってきちゃって、もう全然わかんない。もうゆいの気持ちがわかる方いたらぜひコメント欄に書いてほしいんですけど、懐かしいって言われた、懐かしい、まあこれ以上は追求しないですけど、まあ、ちょっと面白い反応だなっていうのが一つあったんで、ぜひお話しさせていただきたいなと思った次第なんですけど、まあお見送り今回はね、そういう派手な会話がなくって、まあ、清水マリアのユッキー攻撃、横山由依がこの挨拶をしてくれた、おでんちゃんがうわお懐かしいって言った、おでんちゃんじゃねえや失礼しました、ゆいが懐かしいって言った、おでんちゃんが久しぶりって言った、
この間、ミッサーが久しぶりって言ったとか、まあなんかちょっといろんなことが兼ね合った感じですね今年は。って感じだったんですけど、まあ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 、いつもの変わらないお見送りだったんじゃないかな、ゆうゆうを除いてって感じでした。というわけでね、今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ね、きっとエイターの方ならどこかの公演入れたんじゃないのかなと思うので、まあ、この曲印象的だったよとか、まあ、こんなお見送りあったよとか、珍しく今回ね自分もお見送りを別動画にしてないぐらいなんか密度がなかったんで、だからお見送り早かったんでね、まあ、ちょっとなんて感じもあったんですけど、まあ、そんなこんな皆さんもぜひコメント欄にね書いていただけたら基本的に全て返信いたしますのでぜひぜひお待ちしてます。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイチャー。